ラムザンボー、西メアリです。今回は英検1級のリスニングパートで高得点が取れるようなノウハウや勉強方法をお伝えしたいと思います。それではヘムトンゼー。リスニングパートで高得点が取れる方法は私が思うには3つあります。1つは余計なメモを取らないです。実際に私のこの英検の見せたいと思います。ほとんどメモ取ってないんですよ。こことかもそんなにメモというメモは取ってない。パート3もまあ数字とかが出てくれるので、数字とかそういう地名とかは書いた方がいいかもしれないんですけど、そんななんかこうあーって書くことはないですね。でパート4のインタビューパートでもメモはないです。なんかハードシップとかわけわかんないこと書いてますけど、メモはほとんど取っていません。メモを取らない理由は、メモを取ろうとするとメモを取ることに集中してしまって、話を聞くことから集中が逸れてしまうと思うんですね。なので普段から上手にメモを取ることではなく、聞いてそれをある程度こう頭の中に留めておけるような訓練や練習方法って言ったらいいんですかね、それをやった方がいいのかなって思うので、その方法については後ほどお伝えします。2つ目、キーワードとなるものにあらかじめ印をつけておくです。先読みをするときにあらかじめキーワードとなりそうなところに丸をつけたり、線を引いておきますっていうか、そういう風に私もしてたんですけれども、だいたい動詞と名詞ぐらいにちゃちゃってこう丸をしておりました。3つ目、分かったらもういっそのこと丸をしてしまうです。もうこれは TOEIC にも通じることだと思うんですけれども、先読みをしているからこそもう回答欄の内容は分かっているわけで、もう当てずっぽうで丸をしているわけじゃなくって、根拠を持ってあこれだっていうのが分かっているからこそできることだと思うので、自信を持って丸をしてしまいましょう。まあ、私の経験からのその解き方っていうのをお伝えしましたけれども、まあ実際そのリスニング力っていうんですか、それ自体を上げるにはどうしたらいいのかって言いますと、普段からちょっと小難しいものを集中して聞くっていう練習をしなければならないですし、あとは楽しみながら、楽してって言い方はちょっと語弊があるかもしれないですけど、楽しみながらこうずっと聞いてられる、そんなコンテンツを自分で探して、普段からそれをインプットっていうんですかね、耳慣れする練習っていうのが必要なのかなと思います。例えばですけど、週末まとまった時間が取れた時には ABC ニュースが YouTube ではもうライブストリーミングただでずっと流れているので、 ABC ニュースを1時間ぐらい聞くんですけど、その時に最初の50分はもうメモも何も取らずひたすら聞いてます。ふんふんふんってひたすら聞いてます。分からなくてもひたすら聞いてます。で、最後の10分だけちょっと裏紙でも何でもいいので、そこら辺にあるものでちょっと聞いてて分からない単語っていうのをちょっと書き出して、それを辞書で調べて、あれはこういう意味だったんだっていう勉強はしています。私の場合はその ABC ニュースを聞いていて、何言ってんだっていうのも普通にあります。オーストラリア英語には慣れ親しんでいないもので、今でも聞いてて苦戦するんですけど、あとやっぱ英検1級リスニングの鬼門ってパート4だと思うんですよ。最後のあのインタビュー3分ぐらいありましたっけ、3分から4分ぐらいあったと思うんですけど、先ほどお見せした通りパート4に関して私メモは一言しか書いてないんですよ。なんでそれができるのかと言いますと、普段から私結構インタビュー系の、動画をよく見ているんですね。私がよくその聞いているのがアメリカのバラエティ番組のジミー・ファロンっていう人がいるんですけど、あの人の番組だったり、あとエレンさんがやっている番組をよく聞いていて、なんでそれを聞いてるのかっていうと、ゲストとその MC がずっと喋ってるんですよ。この映画についてどうだったのとか、なんかそういうインタビュー形式の会話がずっと行われているんですね。日頃から割とそういうのも聞いていたのもあって、インタビュー形式の会話の問題とか解いてても別に苦ではないんですね。何も普段から小難しいインタビュー形式の何かを聞く必要は私はないと思うので、もし興味があるようでしたら、YouTube にはたくさんそういう番組があるので、自分の好きなアメリカの MC を
探してぜひ聞いてみたらいかがでしょうかね。留学をしないと聞き取れるようにならないとか、留学をしないと喋れるようになれないとか、そういうのはもうないと私は思っています。普段から生きた英語に触れるっていうことがリスニング力を上げることにおいては大事なことだと思うので、なので普段の生活の中からこういったものを取り入れてみてはいかがでしょうか。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんのリスニング力も楽しく上がっていきますように。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。あさんちさんだー。